ブレデフォルト包囲戦は、仏蘭戦争中の1672年6月12日から6月19日にかけて行われたミュンスター司教領によるブレデフォールトの包囲。フランス王ルイ14世にとって、当時繁栄していたネーデルラント連邦共和国は目の上の単行部であり、彼は機会あればそれを潰そうと考えていた。1672年、フランスはイングランド王国、ケルン選帝公領、ミュンスター司教領と反オランダ同盟を締結した。共和国の強さは海軍にあったが、陸軍と要塞の整備はまともにされず、ライン川沿岸のラインベルク、レイス、ベーゼル、エメリヒには駐留軍が配置されたが陸軍は貧弱であった。1672年5月末、コンデ公、ルイ2世は軍勢12万を率いて、リエージュ司教領を通過、ボンまで侵攻すると、オルソイ、ビューデリヒ、ラインベルク、ベーゼル、レイス、エメリヒがドミノ倒しのように陥落した。ヨハン・デ・ウィットは、ラインベルクが陥落したならば、全国が陥落したのも同然だ。とコメントした。実際には、全国とはならなかったが、オランダの半分がフランスに占領され、ウィット自身も命を落とす結果となった。ミュンスター司教、クリストフ・ベルンハルト・フォン・アレンはボルクロの奪回に、執念を燃やしていた。フランスは、ミュンスターにボルクロ、林源伯領、フローニンゲン州とフリースラント州の占領地を保証、さらに、アイセル川以北の略奪も許した。1672年6月1日、フォンガレンは、ノルトホルンから出発、柴叩く間に、オルデンザール、オートマルスム、アルメロ、デルデン、ホール、ボルクロを占領。フルンドー包囲戦にも勝利した。次の標的はレーフェンテルであったが、ホンガレンはブレデフォールト要塞が強すぎて攻撃が無駄になると考え、消極的になったが、自軍の兵士2000人に説得されて進軍した。しかし、レーフェンテルの占領には失敗した。6月12日、ザンクトパウル将軍率いるミュンスター軍は、包囲を開始したが、一般的な包囲戦と違い、ブレデフォールトと外界の連絡が切断されなかった。アルター門の方では、砲台が設置され、塹壕が掘られたが、逆側のミセル門は開かれたままであり、地主や市民は自由に移動できた。ミュンスター軍の兵士は水浸しになっている塹壕に入った。続いて、主に9砲による砲撃が始まるが、損害はほとんど与えられず、恐怖を与えたのみとなった。砲撃による損害は、農民2人と子供1人が命を失い、女性1人が両足を失った。馬1頭が30メートル先に飛ばされたという。守備軍は、給料もまともに支払われず、ミュンスター軍が強襲を仕掛けるという噂が流れると、その士気がさらに低下した。ミュンスター軍は、草で溝を埋めて、アルター門から進もうとしたが、ミセル門が開かれた状況では時間の無駄だった。ブレデフォールトは栄誉をもって降伏することを許された。その駐留軍はミュンスター軍によりドゥースブルフのワルンスフェルトに移送され、当時フランスに包囲されていたズトフェンの駐留軍と合流した。ブレデフォールトの市民は降伏の条件として略奪がなされないことを要求。ミュンスターは一旦それを飲んだが後にブレデフォールトに負担を強いた。ミュンスターによる占領は2年間続き、1674年5月にミュンスター軍はズトフェン伯領から撤退した。ありがとうございます。